引き続き森厚さんのお話をさせていただきます。森厚という作家の中から何か一編をというふうなお尋ねであれば合算でよろしいと思うんです。ただもう一冊ぐらい合算がより分かりやすいようになる本はないかというお尋ねでございましたらば、これはエッセイと申しましょうか、評論と申しましょうか、それとも何かこれは新しい形の小説的な表現の一形式なのでしょうか、誠に不思議な本なのでございますが、意味の変容、意味は意味するところの意味、変容は姿形が変わる、変化する、あの変容でございます。意味の変容という本がございます。この本はどういう本かと申しますとね、一見するところ数学、自然科学、哲学など諸々を材料にいたしましたところの雑文でございます。エッセイでございます。しかしなかなか含蓄がある、決定的に面白いことをおっしゃっている本でございます。どういうことかと申しますとね、例えばこんな一節がございます。ユークリッド数学ではこうなっている、しかしポアンカレの数学ではこうなっています、もう私のようなものにはさっぱりわかりません、そんなものかなと思って話についていくだけなのでございますが、ある時こんな一節が出てまいります。今平らな平面に一つの円を描いたとする。そのことによってこの平面は円の内部と外部二つの平面に分かたれたということになる。そうですよね、円を描いたんですから、その内側と外側になる。さてではこの円を描いていたところの線、この線は内部に属するであろうか外部に属するであろうか、私が教わった中学校の幾何というようなところでは、線というものは幅も持たない、したがって位置を示すことはあるが、それ自体が空間に属するということはない。確かそう教わりました。点というものは面積を持たない。確かそうでございましたよね。しかし、この本は言います。それは、ユークリッド幾何学の考え方である。広い数学の中には、そうではない考え方もあれこれある。ああ、そういうもんですか。私、存じませんでした。そういうふうに、思って読んでいくしか仕方がございません。さて、そこで過去の数学者、偉大な数学者たち、誰々はこう言った、彼々はこう言った、というふうにして、2、3例が挙げてありまして、ついに、その円を形成したところの線を、今、外部に属するとしよう。こういうことになる。いつの間にそうなったのかなと言われると、なんとなく説得されてしまったような、しまわないような。しかし、森厚氏は言う。そこで正確に言えば、円周が描かれた、円が描かれたということによって、平面は円周を含むところの外部と、円周を含まざるところの内部に二分されたということになる。はは、確かにその論法で言えばそうなりますね、先生。今、外側に立った人間がこの円を眺めたらどうであろうか。そこには、くっきりと線によって区切り取られた二つの平面が見えることであろう。それ見えますでしょうね。ところで、今、この円の内側に生存している人間の目から空間を見たらどのように見えるであろうか。つい鼻先に線が遮って自分は内側に閉じ込められたように見えるんじゃないでしょうかね、先生。さにあらず。線は外部に属している。内部にいる人間から見ると、外部のものは見えない。ほほー、そうですか。どういうことが起きるか、
円の外側からこの紙を眺めるというようなことになれば、円の内部にいる人間は円の中に閉じ込められたように見えるかもしれない。しかし円の内側に存在している人間から見れば、境界線は外部に属して我らの世界にはないのであるから見えないとすれば、暴漠として果てしない遠方が見えるだけである。おやおや、妙なことになってきました。さあ、そこからもう急ぎ足で歩むかのように一直線です。我未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らんや。生だ死だという人生の断りを第三者外側から見れば、それはあの人の寿命はここまでだった、あの人の命日はこの日だ、あの人の人生の限界はここまでだった、いうことは容易であろう。だが自分の人生を外側から眺めるなどということは人間にできるはずがない。人間はいつも自分の人生を自分の側から眺めざるを得ない。とするならば、円の中にいて境界線に向かってはるばると視線を投げかける人間に似て、我が人生というものを内側から眺めれば、その果てなどは人間の眼に見えるはずがないではないか。こういうことなんですね。したがってそれが、我未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らんや。生きる死ぬなどと第三者的なのんきなことを言っている弟子のお前よ、お前はまだ人生を自分の内側からきちんと見てはいない。自分の人生を内側から主体的に眺めてみよ。自分の人生の果てなどはお前の目に見えるはずがないではないか。こうおっしゃるわけですね。なるほど。月山の中腹の荒れ寺に一冬こもって、古い和紙を張りつないだ蚊帳の中でじっと過ごしたこの男、確かに1メートルか1メートル半、立方の狭い空間であったかもしれない。しかしこの男にとって自分の人生などというものは広大無辺の大地だろうが、この小さな方丈のごとき蚊帳の内側だろうが同じことだ。内側から見れば皆等しく人生、果てなどの見えない人生、境界などは預かり知らぬ我が人生。こういうことなんですね。なるほど。わけのわからない職業も家族も年齢も不詳の一人の男がふらりとやってきて、一冬合算にこもってまた飄然と去っていったという、単純極まる構造の小説ではございますけれど、実はよくよく考えてみますと、これ私どもの人生、いや誰しもの人生、このようなものなのではないかとすら思われてくる、そういう単純構造であったわけでございますね。しかし正直申しまして、皆さんそう思うようになってしまった時にはもう森魔術に半分引っかかっております。森先生、こういうところ上手でしてね、独特の語り口で森ワールドへ引き込んでいってしまって、まあここから戻ってきますとね、実はどんな人生もみんな等しくどうでもいいことなんじゃないかと、何か投げやり捨て鉢と誤解されかねないような、自分一人で達観した気になっていい気になっているかのような、そういう思いに誘われてしまったりもするんですね。これ森敦氏病です。これからお読みくださる読者の皆さんは、月山を
楽しんでください。その立体構造、暗示するところの興味深さを堪能なさってください。決して森敦病に足を取られたりなさいませんように。ただしこの病気結構魅力的でございます。他にお急ぎのことがなければちょいの間この病気にかかってみるのもおすすめかとは思っております。まあ小説なんてものは読む人それぞれの読み方、どうお読みになれますことか、一つお試しになってください。コロナ禍が明けるまでまだしばらくかかりそうですから、ちょっと日常生活から遠いところにあるようなこんな小説もよろしいのではないでしょうか。失礼いたしました。今回をもちまして、森敦さんのお話は一旦以上となります。森敦さん、個人的には今回の話とても好きでしたね。皆さんはどうだったでしょうか？私個人的には、稲垣太郎や深沢七郎など、ちょっと日本文壇のはみ出し者みたいな方が好きですので、グッときましたね。次回はですね、第100回芥川受賞作家なぎ圭司についてお話が始まっていきます。ほとんど知らない方多いですよね。私としましても代表作は耳にしたことあるんですけれども、よくよく知らない方でして、まあそのことについてお話しされていきます。医者をやりながら小説を書いていた方ですね。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、過去の分子で滝雄介からちょっとここの部分こういうのを聞いてみたいなどのご希望、あるいはこの小説家って実際のとこどうなんだろう、面白かったら読んでみたいななどのご希望ございましたら、ぜひ下のコメント欄にてご投稿いただけましたら幸甚でございます。それではまた。